2012年7月7日、サナテレビはバグダッド西部に位置するアブ・ダシール市場で市民に対するインタビューを行いました。マリキ政権はここで働く人たちの実態を無視して市場の閉鎖を決めました。地域の大部分の青年がこの市場で働いているため、市場が撤去されれば失業者が増加し、貧困と窮乏が増加することは明らかです。若者の怒りの声を聞いてください。市場で販売が盛んになる、まさにその時期になって、政府当局はこの市場を閉鎖すると決定しました。ここで働いているのは、ほとんどが若者なのに、いきなり失業してしまいます。こんな決定に怒りの声が寄せられました。